クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。牧本九郎作、カブトムシ。小学4年の雄一くんと2年のまなちゃんは競争で、毎朝涼しいうちに夏休みのおさらい帳を勉強します。今日も済ませたばかりのところへ、お隣に住むまなちゃんの同級生むねちゃんが、きれいなお菓子箱を抱えて内庭に入ってきました。こんにちは。ねえねえ、ゆういちくん、まなちゃん、いいものあげようか。本当に？ちょうだいちょうだい。私にもちょうだい。じゃーん。はぁ、はぁ、びっくりした。まんじゅうかと思ったらカブトムシか。胸ちゃんのバカ、私まだ胸がドクドクしてるわ。ちっともいいものじゃないじゃないの。変な虫、嫌な虫、今度見せたら私叩き落として下駄で踏みつぶしてやるから。そう怒るなよ。これは珍しい虫なんだぞ。よく見ろよ、まるで陸軍のタンクみたいじゃないか。うん、いいこと思いついた。マナ、部屋からありったけの汽車とか自動車とかを持ってきて、カブトムシに引かすんだ。とっても面白いぞ。そう言ってマナちゃんが子供部屋へおもちゃを取りに行き、雄一くんは女中部屋へカブトムシをくくる糸をもらいに行きました。あらあら、カブトムシをくくるんですね。おもちゃの車を引かすんですか。じゃあ赤い糸が綺麗でいいでしょう。だけどカブトムシはおっかなくて、なかなかくくれませんよ。私がくくってあげましょう。縁側に来てみると、カブトムシの箱の脇にブリキやセルロイドで作った小さな車のおもちゃを、マナちゃんがどっさり持ってきていました。あらまあ、いっぱいのおもちゃですね。では早速くくりましょうか。カブトムシは6本の足を広げて、赤や青や黄や紫の自動車や汽車や大砲やタンクや乳母車を5つも6つも一緒に引いて、ゾロゾロっと縁側を張っていきます。カブトムシは6本の足を広げて、赤や青や黄や紫の自動車や汽車や大砲やタンクや乳母車を5つも6つも一緒に引いて、ゾロゾロっと縁側を張っていきます。そうだ、オリンピックをさせてみてはどうでしょう。5匹を1列に並べて。うわー、すごい、それ面白そう。面白そう。じゃあここをスタート地点にして。おきみ、おきみ、ちょっと来てちょうだい。どこ行ったのかしら。あー、いたいた。ちょっとおきみ、一体何やってるの。ダメダメ、お母さん、姉やも応援してるんだから。今オリンピック大会が始まってるんだよ。お母さんも来てごらん、日本のカブトムシが一着になりそうなの。早く来て応援してよ。フレーフレー日本、フレーフレーカブトムシ。まあかわいそうに、5つも6つも車を引かせるなんて、誰がこんないたずらを考えたの。競争させるんでしたら車を一つぐらいになさい。んじゃあ、ほら、あたいのカブトムシはこんなに綺麗なものを引っ張るのよ。早いでしょう。マナちゃんは自分の応援しているカブトムシに、淡い貝殻で作った綺麗な指輪をカブトムシの赤い糸に結びつけて得意げにしています。あ、ずるいぞマナ、そんな軽いのつけたら早いに決まってるじゃないか。えい。あ、お兄ちゃんひどい、ひっくり返さないでよ。あ、ひっくり返されたカブトムシは仰向けになったままもぞもぞとしていましたが、そのうち黒い羽を開いてブルルブルルと震わせだし、あっという間にくるっと起き上がり、そのまま空中に飛び上がり、庭の空に舞い上がってしまいました。マナちゃんの大切な指輪を、
赤い糸の先にぶら下げたまま。あんな高いところに止まっちゃった。想像しいな。一体何を騒いでいるんだ。あ、お父さん、指輪を取り戻して。ねえ、マナの大事な大事な広島のおばさんからいただいた指輪なの。ねえねえ、あなた、あれを取ることはできませんか。ああ、少し高すぎるかな。あいにく私は木登りができないしな。ほら、見えるでしょ、あんな高いところへ。柿の木のてっぺんに逃げていっちゃったんだけど。取ってあげましょうか。あの柿の木へ逃げていったんですよね。取れる？姉やに取れる？取れますとも、すぐ取れますよ。でもみんな見てらっしゃると恥ずかしいわ。私一人ならすぐ登って取るんだけど。姉やが取れるって。お母さん、お父さん、姉やは木登りができるんだって。あの指輪くらいすぐ取ってくれるんですって。お前、本当なの？そうか、木登りができるのか。だが、あれを取ってこられるのか。姉やは偉いんだね。お父さんよりも偉いや。私なんぞは田舎にいるとき、子守をさせられながらもよくこっそりともっと高い木に登っていたのに、都会の人がみんな賢くて偉いと思ってたのがバカみたい。案外みんな育児主なんですね。本当に取ってほしいですか。本当に取ってきてあげましょうか。本当に取って。だけどお前、本当に木登りができるの。落っこちたら大変ですよ。危ないぞ。本当に大丈夫なのか。じゃあ本当に取ってきてあげましょうね。よし。姉やはアマガエルが幹によじ登る時と同じように手と足とを伸ばしたり縮めたりして、だんだん上上と登っていきました。もし今あのカブトムシが飛び出したら、もうそれきりですし、その拍子に姉やが手でも離したら、それこそ大変なことがと、みんなハラハラでした。けれど姉やは落ち着き払ってどんどん上へ登っていきます。そしてとうとう赤い糸にぶら下がっている指輪を右手でつかみました。ああ、騒ぐな。これからが危ないのだ。気を緩めるな、おきみ。みんな小さい。旦那様の口ひげ、奥様のお白い顔、坊ちゃんも嬢ちゃんも嬉しそう。おきみは初めて自分がみんなにも負けないだけの強い力を持っていることが感じられ、急に大胆な気持ちになれるのでした。そしてこの心持ちを忘れずに、住みにくい苦しい世の中を元気に渡って行かねばならぬのだと、おぼろげながら考えるのでした。はい、取れましたよ。お嬢さん、もう飛ばさないようになさいな。えらい子だね、お君は。そうですわ。黙っていますけど、あの子はしっかりしています。そうさ、お父さんなんかより偉いや。女の子のくせにあんなとこまで登れるんだもの。姉やは豪傑ね。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。